スーザン・アーン・カディはアメリカ合衆国の軍人。アメリカ海軍で最初の女性法術将校。父は独立運動家のアン・マサヒロ。兄は俳優のフィリップ・アーン。1915年1月16日、カリフォルニア州ロサンゼルスでアン・マサヒロとリ・メグミレンの長女として生まれる。父のアン・マサヒロがアメリカに渡ったのは、 教育体系を学んで、祖国再建の役立てようとしたためであった。しかし、アメリカ本土の韓国人の生活環境が劣悪であったことから、当初の目的は保留にし、生活環境を改善するために活動した。アン・マサヒロは、韓国人社会の問題解決と独立運動で家を留守にしていることが多く、そのため残された家族は、 経済的困難の中で生活するしかなかった。後のインタビューで父は偉大な人物だったかもしれないが父親としては惜しい点があったと話している。アン・マサヒロは1926年3月に上海に渡ったがそれから二度と家族と再会することはなかった。残された家族は果物を販売する露天商を営んだ。母が他の人々の家事を続けながら 長男フィリップと共に果物店で働き、アーンと妹スーラも放課後と週末は母を手伝った。アーンの幼少期、アメリカ在住の韓国人は一つの家族のようで、すべての韓国系2世は兄弟姉妹のように過ごしており、アーンは兄弟を除くとその中で年長者であった。活発で体力があり、小さい頃から野球が好きでよく遊んでおり、高校時代には、 フィールドホッケーやソフトボール、ロサンゼルス私立大学では野球選手として活躍した。1942年、サンディエゴ州立大学を卒業した後、海軍婦人技勇部隊の将校訓練プログラムに志願したが、東洋人という理由で断られたため、兵士に志願して海軍に入った。ジョージア州アトランタにある学校において、女子海軍付属課。 第3種と組生制で実習を終えて1943年3月26日に卒業。1943年10月25日、マサチューセッツ州のサンプトンにある海軍、士官養成所を卒業。最初はリンクトレーナーとして服務し、後に法術将校となった。やがて単位となり、海軍情報機関やアメリカ議会図書館に勤務した。百四十六年、 軍を退役。1947年、アメリカ国家安全保障局に勤務。暗号解読者と情報アナリストになるための道を突き進んだ。冷戦時代は、ロシア部門で働く300人の言語学者と専門家を監督した。1947年4月25日、アイルランド系アメリカ人のフランシス・カディと結婚。当時は、ほとんどの州で、 人種間結婚禁止法が有効な時代であった。1959年に国家安全保障局を退職し、ロサンゼルスに戻って、ピルアンのムーンゲートと呼ばれるレストランで兄弟と一緒に働いた。レストランには兄の友人であるフランク・シナトラやマーロン・ブランドなどのハリウッドスターが訪れていたが、韓国系のコミュニティの場でもあり、アーンは 父の書類や記念品の収集整理をはじめ、韓国政府にそれらを寄付した。2015年6月24日、ロサンゼルス近郊の自宅で死去。前日には大学生にプレゼンテーションを行っていた。ありがとうございます。